2021年1月17日日曜日、16時半からの番組をスタートします。16時半からの番組は片岡亮太さんで、引き明かり和太鼓の世界。本日は奥様でアッチャリアでも一緒にご活躍の山村優子さんとご出演いただきます。では片岡さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日が、2021年、最初の配信ということで、今更な感じですけれども、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。そうですね、この Zoom を使っての配信、半年以上ですね、昨年の4月から続けてきておりますけれども、いまだにですね、なかなか、慣れなくて、今日もですね、自分のパソコン周りのこととかセットアップにちょっと時間がかかってしまいまして、始めるのがちょっと遅くなっちゃったんですけれども、申し訳ありません。これからもですね、今生でご視聴くださっている方もいらっしゃると思いますし、 YouTube の方のアーカイブでご視聴くださっている方もおられると思うんですけれども、この Zoom を使ってですね、当初は本当にもう音楽にならないような、太鼓の音だったのが、いろいろとこう模索していく中で、音楽らしく太鼓の音楽として聴、いていただけるような状態、少しずつですけれども作れるようになってきましたので、それをですね、もっともっとこう深めていきつつで、まだまだコロナの状況落ち着いてきませんので、そういう中で演奏家として何かこう体力が落ちないようにとか、年末にこう舞台何個かやらせていただいたんですけれども、やっぱずっと舞台に立ってないかったり、人前で演奏したり歌ったりしてない関係で、こう喉の筋力が落ちてるなって思ったりすることなんかも結構あったものですから、そういうことの、改善というか、こう落とさないための場としても、この Zoom の配信、これからも使わせていただければななんていうふうに思っております。で、今日はですね、かねてより、お伝えしていたんですけれども、私片岡亮太の活動報告会というふうに題しまして、近年の自分の活動の状況、それからこれからどうしていきたいのかっていうようなこととか、をざくばらにですね、お話ししながら、演奏をお聞きいただく、そんな時間にしたいなと思っております。中盤以降からですね、アジャーリア、太鼓とホルンによりますユニットのパートナーでもあるジャズホルン奏者で作曲家の山村優子にも参加してもらって、彼女の活動のことなんかも聞きつつですね、お送りしたいなというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いします。さて、まずですね、本題に入る前に1曲僕のソロで演奏を聴いていただこうかなというふうに思うんですけれども、阿波唄という、日本古来から伝わる呪文のような言葉があるんですけれども、それに僕なりのオリジナルの節回しをつけてですね、メロディーをつけて大太鼓演奏してみたいなというふうに思います。そこからスタートしたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。Zoom で大太鼓を演奏する、太鼓を演奏するときにですね、そのまま音を出してしまうと、やっぱりどうしても太鼓の音、ノイズとして、キャッチされてしまって音が割れてしまうものですから、鳥のさえずりなんぞをかけながら、やってみようと思いますけれども、原さん、これちょっと音大きかったりします？大丈夫ですか？うん、一度ちょっとドンドンって叩いてもらってもいいですか？はい。あ、今日は叩くとさえずりが全く聞こえなくなりますね。あ、じゃあもうちょっと開けとこうかな。あ、どっち？微妙に聞こえてるぐらいじゃないと。そうですよね。
なんか珍しく太鼓の音が全然入ってこないんですけど、なんでだろう。よかった言ってもらって、そうだ、一個設定忘れてた、うん、あ、よかったよかった。あ、太鼓の近くのやつがあれですか。というわけで、ですね、うん、オリジナルの音声をオンにするってやつ、はい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 、最近なんか、ま、毎回あれなんですよね、あ、設定が、ま、戻っちゃいます。なんか戻っちゃうようになってしまう。わかりますわかります。ね、ですよね。そう、なんか私もなんか設定したやつが前に戻っちゃうんですよね、最近。またやるんだみたいな。ちょっともう一回やりますね。はい、来ました来ました。はい、 OK でございます。ごめんなさい、ご視聴くださってる方、よかったらイヤホンで聞いていただけると、割と便乗感ある感じで、お太鼓の音聞こえると思いますので、よろしくお願いします。では、泡歌はい。
どうもありがとうございました。ちょっと先さえずりの方を止めます。さえずりすごい綺麗に音出てました。ありがとうございます。先ほどですね、何回かリハーサルで、サウンドチェック兼ねてこのチャンネルに入って練習したんですけど、やっぱりこのさえずりなしだと全然音が割れちゃって、なんか今度声が小さい感じ。あ、本当ですか。に聞こえて、ちょっと遠いから直します。はい、よいしょよいしょ。どうですかね。大丈夫です。はい、ありがとうございます。やっぱりこのさえずりがない状態で演奏してしまうと、全く太鼓の音がですね、ビリビリ言っちゃって、ちょっとお聞き苦しい感じになりそうだったので、まあ、そんなことをですね、実験しながらこの Zoom の配信ずっと続けてきたわけなんですけれども、ここからですね、早速本題の、活動報告会というところに行ってみようかなというふうに思っているんですが、そもそもなんでこういうことをやろうと思ったかといいますと、僕片岡亮太は、2007年のちょっと音が小さいかもしれない。あ、本当ですか。まだちっちゃい。なんかさっきパソコンのそばに来た時は大きかったんですけど、遠くに行ってから少し音がやっぱり遠のいてしまう。この辺で喋るとちょっと見た目悪いですかね。あ、でも大丈夫。北谷さん聞こえます？あ、北谷さんの声が聞こえないですね。なんかあれですよね、北谷さんの、あ、かえってあれなのかしら、このなんかオリジナルの音声をオンってやつをすると急にバランス悪くなるんですかね。なんかここまで来る、あれ、もう一度喋ってもらっていいですか。あ、今ちょっとオリジナル音声オフにしてみました。これでどうでしょう、はい、今どうです。あ、やっぱり小さいですね。まだちっちゃい。え、私だけかな。他の方がどういう風に聞こえてるのかが、私、もしよかったらチャットでちゃんとチャットかなんかで書けそうな方いらっしゃいます？ちゃんと聞こえてるかどうか。私は普通に聞こえてますけれども。あ、岡田さんちゃんと聞こえます？大丈夫です。はい、聞こえて、はい、片岡さんの声聞こえてます。あ、じゃあ大丈夫ですかね。大丈夫そうですか。分かる、ありがとうございます。はい、すいません。急に聞こえづらくなったとかあったら、チャットとかで書いていただけたら、原さん通じて、お伝えいただこうかなと思います。はい、僕の方でちょっと今聞ける状態じゃないので、ごめんなさい。はい、はい、ということでですね、原さん、もしかして全然聞こえません？いや、聞こえるんだけど、遠いなっていう感じ。あ、でも大丈夫です。聞こえることは聞こえるけど、皆さんも私ぐらいだったら聞こえづらいだろうなって思ったんですけど、あ、まあ、でも聞こえてるようなので大丈夫です。はい。はい、ありがとうございます。すいません。何かあったらその都度教えてください。はい、ということでですね、なんでその活動報告会っていうのをやろうと思っていたかっていうところでなんですけれども、僕の活動、2007年の3月に、上智大学の社会福祉学科を卒業して以後、始めまして、2007年の4月から、活動をしてきているわけなんですけれども、一番最初のこう初期と次のステップとを、あえてこの14年ぐらいを、一つ区切りとして考えるとしたらどこかなっていう と、2011年に1年間、ニューヨークに行かせていただいて、ダスキン・アイノワ基金という、ダスキンさんが障害のある人たちをこう海外にどんどん出して研鑽を積んでもらおうという、そういう趣旨のものがあって、それに応募して、ちょうどそうですね、ちょうど10年前の今ぐらいの時期から、約1年、在米させていただいたんですけれども、それをこう挟んで、ちょうどこう僕の活動って、その
まあ、第1弾とそして第2弾という感じでこう分かれるんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、その第2弾の方ですね、在米後、渡米後の活動というのが、とてもそのこの数年、一気にこう飛躍といいますか、多くのお力添えのもと、いい動きが出てきたなということをすごく感じていて、でそれを一度その応援してくださっている方たちに今どんな状態なんですよということをお伝えしたり、これからどういうふうにしていきたいと思っているのかということをこう知っていただく時間を持つことで、僕もこれからのことを改めて、そしてこれまでのことを改めてこう振り返ったり考えたりっていうような機会にしたいなと思って、ずっと、その活動報告会やろうというふうに考えていたんです。ところがその、まあ、コロナのことがあって、もともとは去年の4月にやろうと思っていたんですけれども、結局こう皆さんとお会いして活動報告会するということができなく、なってしまったものですから、伸び伸びになっていて、でやらないまま行くのもなんかこう気持ちが悪いなというふうに思っていく中で、じゃあもう、オンラインでやってみようということで、2021年ちょうど最初ですし、何かこの年への目標を掲げるというような、意味も込めてですね、活動報告会をさせていただこうということで、今日の時間を持たせていただいております。で、まあ、僕の活動を、まあ、大きく分けると、その演奏家という側面が大きな、柱になっているものと、あるいは、社会福祉士という、部分を大きくしたり、まあ、そこには視覚障害当事者であるということも踏まえてなんですけれども、というようなところ、まあ、2本あるかなっていうふうに思っているんですが、まずその演奏家としてのこう近年の、大きな動きってどんなことだっただろうかっていうふうに振り返ってみると、さっきお伝えしたその2011年の、渡米の際に、まあ、これ長年応援してくださっている方たちにとってはもうしょっちゅう僕が話していることなんですけれど、僕はその1年間の在米中もありとあらゆることに挫折というか壁にぶつかってうまくいかないということをいっぱい経験したんですね。もともとは、コロンビア大学の大学院で、学問障害学っていう学問を勉強しようと思って渡米したんですけれど、まあ、自分の努力不足が一番大きな要因でしたが、まあ、英語力が低いとかいろんなことがきっかけで、うまくいかなかったんです。で、じゃあと思って演奏に、頑張ってみようと思って、この後登場してもらう、優子さんとも出会って、ジャズの演奏を一緒にやらせてもらおうって思ったら、それも全然うまくいかない。で、そういう中でちょうど2011年は震災の年だったという、季節してそういう年になったということもあって、日本を応援しようっていうイベントがたくさん行われまして、で、和太鼓奏者である僕にニューヨークなんかを中心にですね、日本を応援するイベントやりたいから、亮太も出てくれというふうに言ってもらって、和太鼓奏者として舞台に上がる機会をいくつかもらったんですけれども、でその中で僕自分自身の演奏これでいいのかなっていうことをすごく思ったんです。っていうのは、渡米前の僕は、こう和太鼓でいかになんかこう和太鼓っぽくない演奏をしようかとか、なんかこう力強くガン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 って打つんじゃなくて、こうもっと軽やかに打つ太鼓ってできないのかなとか、そんなことばっかり考えていて、でそれはそれで面白い演奏はできていたのかもしれないんだけれど、和太鼓じゃなきゃできないこと、和太鼓らしいことを僕は避けて通り過ぎてきたんじゃないかなっていうふうに、いうことをその当時すごく思って、やっぱ海外にいたからこそ和太鼓の魅力って何なのっていうことをちゃんと出せなきゃっていうことを思うようになるんですね。でそういう中で、いろんなこう演奏、まあ、自分が持っていた人の CD とかいろんなものを聴いていくうちに、さっき、ご披露したこういう大こう太鼓を使って、声帯打ちっていう言い方するんですけれども、この大太鼓を正面に向かって打ち込むこのスタイル、もっとこう力入れてやってみたいって、そういうふうに思うようになりました。で、大変光栄ありがたいことに、そういう打ち方を今
世に広めた、まあ、最も、有名な方のお一人である林英哲さんという方がおられて、でその方の長年のお弟子さんであり、まあ、共演者として、活動したりしている長谷美喜太さんという方が僕はすごく身近な存在で、子供の頃からそばにいてくださっていて、でその方に、まあ、そういう、こう僕は壁というか悩みを感じるようになってるんだっていうのをアメリカでから送って、でぜひそのレッスンをしていただきたいんですっていうお話をしました。でそしたら、あ、自分でよかったら指導するよっていうふうに言ってくださって、林英哲さんのお弟子さんである長谷美喜太さんに、帰国後からずっと指導を受けるようになるんです。でそういう中で、先ほどご披露したようなこの大太鼓を使った演奏という形が、自分なりに、ちょっとずつこうできるように、体力的な意味もそうだし、どういうふうに見せるかとか、どういうふうに体を使うのか、そういうことも含めて、学ぶようになっていきました。でそれが、2018年ですね、の年末、その、さっき言ったこの打ち方を一番こう世に広めた、林英哲さんご本人と、共演するという機会を得るんですね。それは東京芸術大学、東京芸大でのコンサートの一幕だったんですけれども、まあ、それに向けて、今の僕の師匠長谷美喜太さんもすごくこう、まあ、熱を込めてこう指導してくださって、でそういうことを通してですね、また一歩その、まあ、長谷さんそして林英哲さんたちが太鼓を見せるということ、太鼓を舞台でやるということに対してどういう思いでいるのか、そういうこともこう学ぶ機会をいただいて、ここそのコンサートをきっかけに、今までとはもう一段階こう違ったところで、深いところで自分はこう和太鼓奏者っていう立ち位置を持つことができたんじゃないかなっていうふうに、思っているんです。ちょっとこ の著作権とかもろもろの都合でこの英哲さんとの共演の映像をお出しすることとかができないんで申し訳ないんですけれども、まあ、すごくこう思い今でも思い出深い舞台を2018年の年末に経験しました。そしてですね、まあ、そういう同じ時期にですね、現在でも指導しております筑波大学、附属資格特別支援学校という、まあ、いわゆる盲学校ですね、盲学校の音楽科の、音楽学科のですね、非常勤講師として指導させていただくことになったりとか、あるいは地元の盲学校、老学校での指導をずっとしたりとかですね、まあ、指導者としても関わる人前に立つということも、この頃からですね、ぐっと増えていったんです。で、まあ、僕の活動、そういう、まあ、指導とか演奏、そして、まあ、この後、詳しくお話しますけれども、社会福祉士としてですね、いう側面を生かして、福祉施設で演奏させていただいたりとか、あるいは講演活動をして、そこから自治体のバリアフリーの活動に寄与させていただいたりとか、まあ、いろんなこう福祉という側面で、活動することも多いんですけれども、まあ、そういったいろんな取り組みがですね、2019年に、認めていただけまして、よいしょ、この方、見えますかね、ご存知の方もおられるかもしれませんけれども、花輪保喜一という、江戸時代の偉人ですね、の一人、盲目の学者の、花輪保喜一を、の名前をいただいた花輪保喜一賞という賞がですね、埼玉県が主催しているんですけれども、今後の活躍が期待される若手の障害者に贈られます花輪保喜一賞の奨励賞というものですね、2019年の年末に埼玉県が授与して
ていただいたんです。まあ、これがまあ、とても名誉ある賞というか、自分がいただいておいていうのもなんですけれども、過去の受賞者の方々見ていくと、本当に素晴らしい方々が取っておられて、その中にまあ自分に加えていただいたという、ことが2019年の年末にありました。で、また、まあ、これが、それで、ここから勢いよく頑張っていこうって思っていたら、まあ、コロナになってしまったわけなんですけれども、また、他の部分でもですね、海外とのつながりというのが、実はその2019年の頃から、強くなっていって、それはドミニカ共和国という国だったんですけれども、そのドミニカ共和国の、日本大使館にお勤めの大使の方、この方たまたま僕は2016年に、この後登場する優子さんとバルセロナに、ツアーに行ったんですけれども、その時にですね、その大使と出会っていて、当時はバルセロナで、勤務なさっていたんですが、後にドミニカ共和国に移られて、日本大使館で働いておられたとおられるんですけれども、その方から急にメールが来て、何だろうっていうふうに思ったら、ドミニカ共和国の日本人の方たちのサークルで、和太鼓サークルがあるんだけれども、実はそこが持っている太鼓の皮が破れてしまったんだ。で、修理したいんだけれども、その相談できる和太鼓の奏者っていうのが君しかいないから、あなたしかいないから、ちょっと相談乗ってもらえないだろうかということで、海外に置いてある太鼓をどうやって修理したらいいかっていうことについて相談を受けるんです。で、はっきり言ってこれ無理だなっていうふうに思ったんですね。予算も全然ないということで、お金がない状態で、その日本に太鼓を送り返して直してもらうっていうことも不可能、その修理してもらうお金も出すのはちょっと厳しそうという状態を聞いて、あ、無理じゃんっていうふうに思ったんですけれども、何か、いや、これはでもなんか協力したいってすごく思って、どっかに今までずっといろんな方たちに助けてもらうばっかり、応援してもらうばっかり、相談に乗ってもらうばっかりで、自分が何かをこう、する、自分が協力させていただくってこと、これまであんまりできてなかったなっていうことをどっかで悩んでいた時期だったので、あ、そういう機会いただけたかもしれないって思って、どうにか自分で協力できないだろうかと思って、動いていたところ、長年、お世話になっている東京都の調布市にあります風舟という太鼓グループの、メンバーである渡辺さんという方がですね、その修理っていうのはもうはっきり言って予算がない状態ではきっと無理だと思うから、自分が、関わって、指導して、いるところに、太鼓を寄贈するためにずっとこう貯めていたお金があるんだけれども、そういう関わっているところにもこれ以上太鼓があっても保存できないって言われて、どうしようかなってちょうど思ったところだから、お前使っていいよっていうふうに言ってくださって、もちろんたまたまだったんですけれども、そういうお声掛けをいただいたことで、まあ、大部分その渡辺さんにお力添えいただいて、ドミニカ共和国に和太鼓を寄贈するということが、できるんです。で、これ、まあ、2度ほど資金提供していただけたおかげで、これまでに3台ですね、比較的大きな太鼓を現地に送ることができているんですが、まあ、そういうことが、きっかけで、ぜひ、片岡さん、まあ、優子さんと2人で、ドミニカ共和国に来て演奏したり、それから太鼓の指導したり、そういうことをで講演したりとか、そういうツアーやりましょうよ、そういうふうに、まあ、お声掛けをいただいたんです。で、それを2020年にやろうというふうに決まって、着々と準備を進めている中で、まあ、コロナ禍になってしまって、まあ、花穂喜一賞のこととかもあって、すごくその勢いがあって、
出ていた、まあ、定かで、コロナ禍になってしまったんですね。まあ、それが演奏家としての僕の状況でした。まあ、そういう中で、歩みを止めるわけにいかないっていうような思いから演奏配信するようになったりとか、この Zoom を使って、いろいろ実験的なことをするようになったりなんてことにつながっていくわけなんですけれども、もう一方でその社会福祉士としての、まあ、活動としてですね、繰り返しになってしまうんですけれども、この近年、自分がその演奏とあとスピーチ、喋る方の講演をさせていただいたことがきっかけで、その伺った自治体がそのバリアフリーの取り組みに力を入れてくれるようになったり、例えばお手洗い一つとってもそのボタン、センサー式とかいろんなこうトイレ、最近こう個室増えてると思うんですけれども、そういうのってこう展示のシール一つ貼ってくれていれば困らないのに、そういうものがないことで、どこを押したらいいのかわからないとか、僕実際経験あるんだけれど、その非常ボタン代わりに押しちゃったとか、そういうことがあったりして、それだけでも変わるんですよ、なんてそんな話をしたことがきっかけで、あ、じゃあ公共のお手洗いには全部もう展示のシール貼るように動きますみたいな話になったりとか、あるいは自治体の社会福祉課から送られてくる書類は転記で、直して送ることを希望した人にはそういう対応するように動いてみますっていうふうに言ってくれて、実際そういうふうに変わった自治体があったりとか、まあ、そういうことがですね、近年すごく増えてきている流れにいるんです。で、まあ、そういうことをありがたいなというふうに思っている中で、コロナ禍になりました。コロナ禍、その感染が拡大するにつれて、まあ、世の中みんながこう困って、で焦って急いで動かなきゃっていうふうになっている、それは仕方ないことなんだけれども、その中でどん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 そのマイノリティの人たちがこう置いてきぼりに置き去りにされている現状があるんじゃないかなっていうことを、この間すごくこう感じて、いるんです。例えば、まあ、仕方がないんですけれども、非接触型のこう体温計が増えていったりとか、あるいは、セルフレジみたいなことが導入されていく中で、接触しない、そして、自分でやらなきゃいけない、タッチパネル、そういうものって視覚障害がある人たちにとってとてもこう不利なものだと思うんですよね。でそれがもう急いでどん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 導入されていく中で、そこにこうアクセスできない人たちの存在っていうのがどんどんこう、置いてきぼりにされてしまっていたり、あるいは感染を防ぐためにということで、そのお店に入って、誘導してもらえますかってこう言った時に、その時は誘導してくれたんだけれど、こういうご時世なんで、これからはガイドの人と来てくださいっていうふうに言われてしまったなんて話いっぱい聞かれています。で僕自身は、妻の優子さんが、目が見える人ですから、サポートしてもらって一緒に暮らしているので、なんとかその困ることって少ないんだけれども、例えば、生活はできるけれど、まあ、コロナ禍で外出する機会がぐんと減ってしまって、外に出たいけれども、まあ、仕事も減ってしまっ て、そういう状態の中、例えば散歩したいなっていうふうにふと思った時に、僕が住んでる自治体って、なんか、まあ、僕が住んでる近所のあたりなんかはやっぱ全盲の人が一人で、歩くにはとてもこう難しいところがいっぱいあって、散歩一つ満足にこうできない状況だったりするんですよね。で、そういう中で、なんだろう、こうバリアフリーとかユニバーサルデザインというこういう時に本当にその平常時の時にきちっと進めておかないと有事の際本当に困るんだなっていうことを、再確認しました。普通の時に自分で、いろんなことがこうできる環境が作れていないと、
有事の時には本当にもっと困ってしまう、そういうことが、各地で起きているんだなということを僕自身も感じています。で、その最たるものとして、オンラインによる各種 の、 その助成金とかの補助金とかの申請のことがあって、この配信の中でもお話ししたことあるんですけれども、アクセスしようと思ったら、その全盲の人たちが一人では決してアクセスできないような構造の、ウェブページで申請のシステムが組まれていたりなんていうことがいっぱいあって、その都度僕は優子さんに頼んでやってもらわなきゃいけなかったりで、なんかそれも申し訳ないような気がしてしまったりみたいなんで、こうなんか落ち込んだりっていうようなことがいっぱいあったんですね。でそういう思いをFacebook 上、そしてブログ上に、書いたら、たまたまその、まあ、文化庁が行っている文化芸術活動の継続支援事業というものの申請システムもっとこう改善させたいというふうに思っている方たちの目に留まりまして、この文章をぜひ引用させてほしいというふうなお声掛けをいただき、もちろんぜひぜひっていうふうにお伝えして、まあ、文章各所で使っていただいたんですけれども、そしたらですね、数ヶ月後その文化庁の方は、視覚障害の人が申請したい、また、事業の報告をしたいっていう時には、メールのやり取りとか、そのできる形で、申請あるいは報告できるようにサポートするようになりましたと。連絡がありまして、まあ、そういう意味で実際に動いてくれたのはその動きを起こして、いた方たちなんですけれども、自分が書いた文章もそういう変化のきっかけを生み出す一つの力に、なれたという経験を昨年、いたしました。で、まあ、今多様性とかあとノーマライゼーションとかユニバーサルデザインとかいろんな言葉、まあ、パラリンピック開催が決まったことをきっかけに、各所で叫ばれるようになりましたけれども、それってさっきとか繰り返しになってしまうんだけれど、平常時に、本当にこう推進していかなければいけないことであって、パラリンピックがあるから頑張ろうとかそういうことじゃなくって、そのお祭りのおみこしみたいにしちゃうのではなく、本当の意味でこう進めていかなければいけないっていうことを、ま、ひしひしと感じて、視覚障害当事者であり、一方で、視覚障害当事者でもある自分は社会がこう変わっていくかもしれない発信に発信をして行きたいなって思ったし、していかなければな、そのためにはこうもっともっと勉強していったり情報をいっぱい仕入れたりってことしていかなきゃななんていうことを、まあ、昨年期せずして思う年に、なりました。まあ、そういう意味で、演奏家としてもですね、社会福祉士としても、まあ、このコロナ禍というのを、停滞じゃなくって、前進のきっかけ、新たな学びのきっかけにしていかなきゃななんていうことを、最近思っているわけです。はい、ということでですね、すいません、なんかすごい長々と話してしまったんですが、ずっとですね、パソコンの脇で待っていてくださっている山村優子さんをですね、ここでご紹介したいと思います。優子さん、どうぞ。大変お待たせいたしました。これもう声入ってますからね。はい、あ、皆さんこんにちは、山村優子と申します。今日はよろしくお願いします。声しっかり聞こえますかね。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。優子さん、普通でいいですか、ね、なんでこう急にシュッとした感じで出てくるんだろうと思って。いや、ちょっと寒かったんで。あ、すいません、お待たせしました。はい、ここからですね、まず、2人の演奏を聞いてもらおうと思うんですけれども、我々ホルンと太鼓でアジャラリアという、ユニットを組んで
います。これは話すと長くなっちゃうんで、こうかいつまんでになっちゃうんですけれども、2011年に、2人、ニューヨークで一緒にこう演奏する機会を僕がお願いして作ってもらうようになって、でそこから発展して、和太鼓とホルンでの活動をやっていこうということになって、ユニット組むことになったんですが、ユニット名どうしようかって話をしているときに、ボソッと優子さんが急に、あじゃりゃっていう言葉を口にしたんですね。で、なんかこう、その時の雰囲気が、なんかありそうな気がして、調べてみたら、そのアジャーリャって言ったんですね。アジャーリャって優子さんが言って、で、調べてみたら、アジャーリャっていうのは、その仏教の中のアジャリというアジャリ餅のアジャリですね、そのアジャリっていうその位というかがありますけれども、その、アジャリのサンスクリット語の発音がアジャーリャだということが分かりまして、あ、これはご縁だねと。じゃあ、本当にそのせっかくご縁でそういう名前がふっと浮かんだんだから、じゃあそれをこう少し使わせていただいて、アジャーリアというユニット名にしようと、そういうことで、アジャーリアというデュオを結成したんですけれども、まあ、ホルンと太鼓、おそらく世界で唯一のスタイルではなかろうかというふうに思うんですが、一曲ですね、一曲というか演奏聴いてもらおうと思うんですが、ほの風という曲と、僕のオリジナル、ゆうこが作曲してくれましたほの風という曲と僕のオリジナル曲第一を、くっつけたですね、メドレーをお送りしたいなというふうに思います。準備でき次第演奏の方開始します。ちょっとまた、設定などしますのでお待ちください。ちょっと太鼓打ってみますんで、変な感じだったら教えてください。大丈夫です。はい。では、ほの風から大地。
え、またちょっと設定直します。すごいいいですね。ホルンの音聞こえてましたかね。大丈夫ですか。もうバッチリですよ。ありがとうございます。いつもに増して片岡さんの演奏に熱が入ってた感じがする。そうですね、あとのダメ出しを恐れて頑張ってます。なんつってゆこさん、お願いなんで、どっちかっていうとこうプライベートなモードで。大丈夫？大丈夫。はい、ということで、ここから山村ゆこさん、もう加わってもらってお送りしたいと思いますので、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ズーム初だよね。ズーム初なんです。ね、初ズームが、はい、この、うろたえている私の紹介っていう、なんかやっぱり慣れないですね、この一人でずっと話しちゃう感じ。お客さんの反応とかもね、普段の公演のように感じることができないので、なかなかいつももじもじしちゃうんですけれども、改めて、その大間優子さん、大丈夫？うん、大丈夫です。ホルンってね、なかなか、まあ、見たことあるよっていう人も多いと思うんですけど、詳しく知らない人多いと思うんですけど、ホルンとは何ぞやっていうか、本来どういうこうところで使われる楽器？そうですね、ホルンは大体皆さんのオーケストラとか、あと吹奏楽、ね、子供たちがやったりする、うん、ブラスバンドで、はいはいはい、よくある楽器だと思うんですよね。で、ま、もともとは中世狩りで使う楽器だったそうです。へえ、そうなんですよ。狩りですか。狩りで使うんですよ。で、昔のホルンはこの中の今ぐるぐるぐるっていろんなのが入ってるんですけど、うん、これがなくて、もっと大きいこう巻きで、で ここにこう かぶるというか、でかぶる。あ、はいはいはい。この輪っかの中に入って、で こんな感じで、で馬に乗って手綱をこう。面白いね。そうなんです。それで、まあ、信号ですよね。なんか信号。うん、あ、指示出し的なね。そうそう、なんかそういう。あ、そういうことか。はいはい。はい、楽器やったんですよ。なんか後ろにいる人に向かってこう声かけ、その合図出すためにこの ベルっていうのが後ろ向いてるんですよ、ね。そう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 。そうなんですよ。そこから発展して今の形に。なってます。で、だいたい今私が使ってるホルンは2つ管がこうちょっと分かりにくいんですけど、2つ管がこう2つのこのぐるぐる巻きがドッキングして1つの楽器になってるんですけど、なので今、ロータリーっていうこの丸っこいところが4つついてて、で、だいたい管の長さが4メートルぐらい。そんなにあるんだ。さっきお話しする前に何か缶外したりしてませんでした？あ、そうなんです。これ、うん、後ろも前もいろんなこう缶が抜いたりできるようになってて、こんな風に外せるんですけど、拭いてるとどうしても息の、うんうん、はいはいはい、が中にこう溜まってきて、ちょうどちょっと寒いので。うんうん、結露しちゃうんですか。そうそうそう、結露して中に水が溜まっちゃうので、窓と一緒ですよね。で、うん、それをいちいちこう出さなきゃいけない。はい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 。なんでちょっとこう抜き差ししてちょっとカチャカチャ何やってるのかなと。そうそうそうなんですよ。で、そのホルンって、まあ、今こう聞いていただいた感じで、そのまあ、ゆうこさんはこう、まあ、メロディー吹いたり、あとその僕のホーミーに合わせてこう不思議な空気の演奏をしたりとか自由自在にやってくれてましたけど、実は、ギネスブックに世界一難しい金管楽器として、載っている
そうなんですね。これあの本人言いづらいか、言いづらかろうと思うんですけれども、でどのぐらい難しいのかっていうのをこうちょっと僕も体感するためですね、ちょっと今日あのトイホルンっていう、ま、おもちゃなんですけど、あのおもちゃってまあしっかりあの作ってある日本のちっちゃな、うん、これをですね、そのホルンって、ね、そんなちっちゃいのがある、唇をブーってやるんでしょ、ブーってやるわけですよね、これ私やる場合音がまず出ないんですよね。あの、まあ、うん、やってすぐ出るかっつうとあの、そんな簡単な本じゃないとは分かるんですけど、本当にそのずっと的なことをやってるのだけでもすごいしんどくて、まあ、トランペッターの方とかもねそうなのかもしれないですけど、ホルンはこの口に当てるマウスピースがめちゃくちゃちっちゃくて、で本当のホールになるとそのこのマウスピースすごいちっちゃいのにこのベルはとてもでかいという、そういうことでその音のコントロールがとてつもなく難しくてギネスブックに載っちゃうレベルだと、ここの、この今マウスピースっていうんですけど、うん、マウスピースを抜けるんですね、こうやって、はいはいはい、ここのところがもう本当、うん、あの1センチもちろんなくて、はいはいはい、何ミリぐらいでしょうね、6、7ミリぐらい、うん、で、それがこのベルですね、ベルがあるんですけど、はいはいはい、ここから出るという、この、 あの入るとこと出るとこの差がすごい大きいんで、で、音がそれであの出しにくいとか、そっかそっか、うん、ということですね、うん、あの今本当この、まあ、おもちゃのっていうかちっちゃいホルンをちょっとブーブーやっただけで唇痛いなと思ってるんですけどあ、そんななんですね、結構大変ですね、あの多分これ本当の音じゃないと思うんですけどそれを出すのすら、本当に全然できないという感じの、まあ、楽器なわけですけどそんなホルンとの、ゆうこさん出会いが中学生の頃、中学生ね、はい、あのあんま知ってるんですけど、あの不思議な出会い方だったという、ね、ことでしたけど、多分こうやってお話ししてて気づいてらっしゃると思うんですけど、すごい人見知り で、あの中学校の、部活、とりあえずブラバンに入りたかったんですけど、ブラバン の、 あの吹奏楽部の教室に入って、で、まあ、入部するわけです。で入部をして顧問の先生がどの楽器がいいかって言って、うん、あの聞いてくれはるんですけど、聞いてくれるんですけど、うん、どれを言ったらいいかわからなくて、本当は心の中あのトランペットとかフルートとかサックスとか、 なんかそういうの目立つ系をねかっこいいなっていう楽器をやりたいなって思ってたんですけど、それが言えなくって、でもじもじしてたら、もちろんそういう人気のある楽器はもうあのなくなっちゃって、あの割り当てられちゃって、いやいや、でどうしようって思ってたら、あの顧問の先生があの残ってる、あのそう決められなかったあの新入部員の子たちと、あとそのまだあの割り当てができる楽器の阿弥陀くじを作ってくれたんですそうで、あの阿弥陀くじでホルンが私 の、 あの楽器に決まったという、すごい出会いですね。そこから始まって、まあ本当世界、まあ、ここからねその話になってくるんだけど、まあジャズの本場アメリカで、ジャズを演奏するような人に、なって、まあ今はなぜか三島にいるっていうあのすごい不思議な運命をたどるわけですけどね。俺もあの太鼓と出会ったのは、あの失明した後の盲学校でたまたま音楽の授業で太鼓をやってたっていうのがきっかけだった。だから面白いもんですね。面白いもんですね。でまあまあ言ったらね、そのでさっき吹奏楽でもホルン使いますって言ったけど、あのスパッパッパッパみたいなこうフレーズが多いわけでしょ。その派手なことをやる楽器ではない、まあ、縁の下の力持ち的な、ね、ことが
多い楽器で、なぜジャズをやろうと思ったのかっていうのが、これは僕も改めて聞きたいところなんですけど。そうですよね。なんででしょうね。ジャズの出会いとか、やろうって思ったきっかけってあった、うん、ジャズをやりたいと思ったのは、10代の後半に、友人が CD をくれたんですね。ホルンが入ってるビッグバンドの CD をくれたんですよ。でそれを聞いた時にこれやっていう風に、これがすごいやりたい音楽なんやって胸にこう刺さって。ちなみにそれ誰のなんていう CD？ ジャコ・パストリアスっていう人のベーシストの人なんですけど、その人がやってたビッグバンドでCD があるんですよ。それを聞いた時ですね。あそこにホルンが入ってたんですよね。で、なんか今思えばなんですけど、なんでジャズが私すごい胸に刺さったんやろうって考えてて、でちょうど今日1月17日なんですけど、私兵庫県出身なんですよ。で本当にその震災の時うち被災してて、でうちはもう本当全壊な感じだったんです。で、はい、で結構長い間避難所とか仮設住宅とかで生活させてもらってて、で結構ね寒かったし、大変って今思えば大変だったなって思うんですけど、そんな中でうちの母が鼻歌というかハミングをしながらなんか洗濯物を干したりとかしてて、あとは、避難所でも家族だけの時になんかちょっと懐かしいこう昭和のメロディーとかをちょっと歌ってみたりとか、小さい声で歌ってみたりとかしてて、で私はなんかそれを見て、音楽ってなんていうか力強い、人にとってすごい力強いもんなんやなっていう、すごいそれを感じたんですね。で私がなんか音楽にこう多分こう求めてるというか憧れるというか信じてる部分ってなんかそこだと思うんですよね。でその音楽のなんか力強さとか、そういうものがこうジャズのこうバックグラウンド背景とか、歴史とか歴史的背景とか、音楽としてのこう強さとか、なんかそこにすごいフィットして、それでこれがすごいやりたいって思ったんじゃないかなって今すごいそう思います。震災の頃とちょうどあれでしょ、その大学入る入らないぐらい。そうですね、高校生の時でしたね。で、大阪音楽大学でいわゆるこうクラシックの勉強をしていて、で卒業するんだけれども、やっぱりその中でこう、高校時代にそういうジャコパスきっかけで出会ったジャズホルンの魅力とか、そういう震災を経て その音楽へのなんか音楽の凄さみたいなこととか、なんかそういうことが、忘れられずにっていうか、やっぱりこう胸にずしんときてて、これはジャズホルンで行くぞっていう感じになってたっていう感じですか。そうですね、さっき彼も片岡も言ってたんですけど、両方でいいよ、一緒に動き彼になったり片岡いいからなんかブラバンやってた時にやっぱりこうマーチとかあるんですよ。チャーチャラッチャッチャーチャラッチャッチャララララッチャ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 みたいな、そういうので、ホルンとかって大体裏打ちなんで、はい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 、チャフチャフチャフチャとか、なんか本当吹奏楽の曲とかハーモニー、長い音で、はいはい、裏でこうすごい和音を作ったりする。それがすごくなんか自分楽しかったんですけど、でもなんかもっとこうもっと何かできないかなとか、なんか表現したいなっていう欲求があって、で
ね、それこそジャズはこう即興演奏とかなんですけど、うん、なんか自分の言葉で音楽を話すことができるってすごい。うーん、あれですか、その裏とかで吹いてるのよりも、そのなんかジャズでそのメインで吹いた方がなんかその肺活量的なとこもいりそうなイメージがあるんですけど、なんか自分がメインで吹かないといけないから、それってやっぱりその辺変わるんですか、裏方で弾くのとメインで弾くので。なんか息の使い方とか息の多分量的には、うん、多分こうそんなに変わらないかもしれなくて、うんうん、でもやっぱりこう なんて言うんでしょうね、例えばこう裏でこう、長い音の時と、うん、あと前でこうジャズとかだったら前で自分の即興演奏するときだったら、うん、なんか息のなんか吸い方とか、あ、吸い方じゃない、肺活量とかは変わらないかもしれないけど、はいはいはい、でも吸い方とか、うんうんうん、なんていうんでしょうね、吸い方、はいはい、例えばシュッシュッって吸うかとか、うん、ゆっくり大きく吸い込むかとか、はいはいはい、そういうことはやっぱりちょっと変わってきます、ね、歌とかで要はそのコーラスをやるのか、うん、メインはいはい、うん、なんかそういう感じですよね、ね、あるで、まあそういうねところでそのまあジャズのそういう自由さとかっていうこともありつつ、でも言ったらそのジャコパスもそうだし、まあ実はそのジャズホルンっていうのはこう歴史的にも、いらっしゃるわけですよね、そのジャズの歴史の中に。数人はいて、でもそういう人たちの多くはやっぱり縁の下の力持ち的なところだったり、そのメインをガッとやったりとか、あとアドリブをガンガンやったりっていうところはある意味ちょっと少なかったわけでしょ。でそれを優子さんは、ホルンがガッと前に出てメインを取ったり、ソロを吹いたりっていうことができるようにしようみたいなところがあって、まあそのボストンのバークリー音楽大学、バークリー音楽院で、バナンで、おそらく今のところまだ唯一だよね、多分。あんま聞かない。ホルンの学生は多分いたと思うんですけど、うん、こんな風にあ、そういうアプローチでホルンをやった人っていないと、うん、いないんじゃないかな。で、まあその要はホルンのために書かれているジャズの曲なんてないから、ああそうなん、まあ、自分が書こうっていうところで作曲家としてもこう活動するようになり、ボストン そのバークリー卒業後は今ニューヨークへ、はい、移るわけですよね、はい、で、ごめんなさい、なんか僕が喋りすぎちゃったせいでちょっと飛び飛びになっちゃってすごい申し訳ないんですけれど、で、ね、ゆうこさんはでその中で、まあ、日本人 で少数派のホルン吹きで、まあ、ニューヨークに言ったら単身殴り込みに行くようなもんじゃないですか。でもその活動を重ねていく中で、それこそグラミー賞を取る CD なんかでこう演奏しているようなプレイヤーたちと、そのニューヨークでちょっと演奏したりしてたわけなんですけど、まあ、それがこうパーティーでそういう人たちがいた時にバッてこう声かけて一緒に演奏したいって言ったりしてたわけでしょ。なんかそういうパーティーに行かせていただく機会がありまして、で当時の私は本当行ってすぐの本当駆け出しみたいなもので、どうしてもやっぱりチャンスがなんか欲しかったんですよね。でなんかそういうパーティーに行って一応楽器は持って行ってたんです。でそういう、まあ、著名なミュージシャンの方々がいらして、で皆さんこう、まあ、お酒を、ね、飲んでるから陽気な感じで、でここでなんか演奏しようよみたいな雰囲気になって、でまあ、皆さん楽器出してこう
演奏始まって、で駆け出しの私どうするどうするって思ってたんですけども、ここで行かなかったらもうあの、うん、なんて言うんでしょうか、絶対何も起きないみたいな、絶対後悔すると思って、でもう本当あの一生分のなんかこう勇気を出して飛び込んだ感じです。わあすごい。で、まあ、その中で認められ、まあ、ライブで共演したりレコーディング参加したりみたいなことをするようになってだけど、まあでそれそういう活動してる中で、まあ、僕自身もあの2011年に共通の友人を介して優子さんと出会って、最初はまあジャズの演奏をご一緒させていただき、そこからまあジャーリアに発展していくわけなんですけれど、まあそのね、度胸でいろんなこう道を切り開いて演奏の場をゲットしてきた優子さんだけですけれど、その度胸だけでやってたよっていうだけでことじゃなく、そのちゃんとこう結果も残していて、今あの症状も持ってきてもらってるんですけれども、何かなんかあるんですか。これはあのジョン・レノン・ソングライティングコンテストっていうその世界的な作曲のコンテストがあって、そこの2012年だよね。2012年のジャズ部門、2012年前期のジャズ部門最優秀賞を取ったとか、クリスタルのやつってあれなんだっけ？それはアメリカンソングライティング。これはそうですね、あのアメリカンソングライティングアワードのベストジャズソングという。2014年にはすごいソングライティングアワードという、やっぱりこれも、本当に世界各国から応募のある作曲のコンテストのジャズ部門の年間の最優秀賞だよね、これは。そうですね。に、選ばれたりとかいうことで、その結果もその、まあ、出してき、ていて、で、まあ、その後当時はずっとニューヨーク拠点だったんだけれど、日本に、兵庫県、ボストン、ニューヨーク、三島っていう順番で住んできているわけなんですけど、まあ、今はあの日本拠点に、ライブ活動、各種ライブ活動とか、あとその、ね、演奏家としてだけじゃなくて、やっぱ作曲家としての特にそのきちんと学んできている音楽家であるっていうところで、理論を持ってるっていうところがすごく同じミュージシャンとしてもすごい強みだなと思っていて、でその音楽理論を、指導するなんていうこともまあやっているわけですよね。で、実はその2020年昨年っていうのは、今までやってきているジャズの、そのバンドにプラス新しいこうプロジェクトを立ち上げてみようとか、そのずっとアメリカでやってきたことをこう、いろいろまあ咀嚼したりとか、今後どういうことをやっていこうかっていうことを改めて数年こう考える期間、そしてアジャーリアを温めるっていうことをずっとやってきていたんだけれど、それが、まあ、アジャーリアも軌道に乗ってきたし、じゃあ自分のジャズのフィールドで新たに何かやっていこうっていうふうに、まあ、思っていた矢先のコロナ禍っていうところで、まあ、あの僕同様ちょっとこうね、動きがストップせざるを得ない状態に、まあ、いるっていうのが現状ですよね。はい、ね、また動けそうな空気が出てきたかと思ったら、また緊急事態宣言なんていうことになってきていて、まあ、我々、そういう意味ではこの先どうなるんだろうかっていう不安とかも、いろいろありつつなんですけれど、このアジャーリアとして YouTubeのチャンネル持ってて動画をアップしたり、そこには僕のソロもあったりするんですが、優子さんは優子さんで、ジャズ の, その演奏を、そ、ね、動画撮って、そのギネスに乗るぐらい難しいホルンで、他のこうプレイヤーが演奏してるジャズのこう即興をコピーするとかっていうマニアックな動画を作ったり、はい、しているんで、またそれはぜひ探して、アジャーリアの方で、再生プレイリストとか作ってるので、それもぜひ見ていただきたいなというふうに思っているんですが、
なんかさっきのお話にちょっと戻ってしまうんですが、はい、今今後について、ね、お話しさせていただいてて、で私さっきもニューヨークでグラミーノミネートのされてるようなミュージシャンの方々と一緒に演奏させていただく機会がいくつかあったっていう話をしてたんですけど、その時にね、度胸だけじゃないよって言ってくれたんですけど、実力は多分育ててもらったものだと思ってて、でその飛び込んだこと、あとそれをやりたいっていうことをなんか彼らが受け止めてくれたんだなとずっと感じてるんです。で、ね、今後について考える時もその時の気持ち忘れないでいようと思ってて、やりたい、こういう伝えたい気持ちがある、伝えたいものがあるっていう、それをこう強く持ってることとか、あとそれを伝える、伝えたいと思ってる私、例えば私たちを助けてくれてる人たちをこう信頼することとか、なんかそういうこと、そのニューヨーク時代にすごく教えられたなと思っているので、で本当このコロナ禍なんですけど、私たちはそうこのままね、大事にこういう思いを大事にして発信というか演奏活動、表現活動、伝えたい思い届けられるように頑張っていきたいなと思ってます。僕その福祉士っていう部分とその障害当事者っていうところで思うところで、今陽子さんが言ってくれたこともつながっていくんですけど、まあ、今コロナでみんながこう苦しかったり、あといろんな行動を制限しなきゃいけなかったり、ビクビクしちゃったりとか、それでも動かなきゃいけない、動こうとかっていう感覚って、もしかしたら僕がその失明したばっかりの頃、それからまだまだ外に出るってことが怖かった頃に、大丈夫かな大丈夫かなって思いながら白杖、白い杖持ってこう一歩外に出す時の勇気とか、どうなるか分かんないんだけれど、でも演奏活動頑張ってやっていこうって思った気持ちとか、優子さんがその震災で大変な時にでも音楽を志してみようっていうふうに思ったこととか、ニューヨークでがむしゃらにでもその勇気を出して動いたこととか、何かそういうこととこうやっぱりリンクする部分すごくあるなっていうふうに思っていて、今こういう時期だからこそその情熱を持つこととか愛情を持つこととか、強い気持ちを持つことを本当忘れちゃいけないなって思って、我々、動きを止めずにどうにかやっていかなきゃなっていうふうに思って、チラシを出せます。地元でコンサートを2月1日と21日に、やることにしました。できる限りの感染対策してですね、会場の3分の1とか4分の1ぐらいの定員に絞って、やることに、してるんですけれども、富士の国、エールアートプロジェクトっていうところから助成をいただいてですね、そういうコンサートをやってみようとか、それから、Facebook とかですね、僕のブログとか、あと YouTube とかでご覧くださってる方はもうご覧いただいてるかもしれないんですけれども、去年僕たちその10分の1ぐらいのこの舞台の数に本当に減少してしまって、全然動きが取れない。でもどうにかその次にこの動けないことを次の飛躍のそのぐっとこうバネの沈み込みみたいな感じにできないかなっていうふうに思った時に、自分たちの力だけではちょっと厳しいところがあるので、応援してくださっている方に、ご支援を今お願いをしていて、活動を充実させるためにお力添えとして動き譜というか、お力添えを、お願いしているんです。でそれはそのこの間こう自分たちが活動していく中で、例えば僕で言えばこういう大きな太鼓を海外に持っていくってなかなか厳しくって、いつもその海外に行くと小さな太鼓を持っていくしかなく、その本当に見せたい演奏が見せれない、そういうことが
何回もあって悔しいなっていうふうに思っていたのを、どうにかその海外に持っていくことが叶うサイズの、その、大きい太鼓、手にできないかなっていうふうに思っていたり、陽子さんのこの楽器がもう二十数年ですよね、もう使い続けていて、やっぱり金属なんて経年劣化があって、でなおかつでもいい音は出てるんだけれども、それ一本しかないっていうのはやっぱ怖い。でなおかつそれから当初思っていたそのジャズの演奏だけじゃなく、アジャーリアという新しい演奏スタイルも生まれたことで、そこにこうフィットする楽器持てないかなとか、そういうことをその今の時期に、まあ、皆さんのお力をお借りしながら、その道を模索していくことで、このコロナ禍明けた時にこうまた動き出せるようになった時に、そこでこういただいたお力添えをもとに、新たな楽器とか新たな活動の状態を作って、前進していきたいなというふうに思っているところです。さっき話をしたドミニカ共和国も去年は行けなかったんだけど、その状況が落ち着いたら必ず実現させましょうっていうふうにまだ話がこう残っている状況なので、そういう時にその新たな楽器で行けたらいいよねとか、なんかそんなことをこう、考えて、目標とか夢とか、もっとこうなったらいいなとか、そういうことをこう忘れずに心を燃やし続けることしか自分たちにはできないんだけれど、でもそれに全力をこう尽くしたいなっていうことを、思っています。長くなってしまいましたけれども、今日最後にですね、そういったいろんな思いを込めた陽子さんが作って、作詞作曲してくれたカンカラリという曲でお別れしようと思うんですけれども、ぜひですね、お聴きくださってる皆さん、手拍子をしたり、あと僕がカンカンカラリカンカラリっていう風に、声で囃子言葉言いますので、お家でだったり心の中でだったり、この声を返していただいてですね、みんなで、これからも力強く前進できるように、そんな思いで一緒に音楽楽しんでいただければなというふうに思いますので、ぜひ お聞きください。準備でき次第、カンカラリ最後にお送りします。これでパッと演奏したいんですが、ちょっとピヨピヨをまた鳴らさないとですね、音が届かないのでごめんなさい、ちょっとお待ちください。よいしょ。はい、では最後にですね、演奏します。ちょっと音出します。大丈夫そうですかね。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。では長時間、ご視聴いただいてありがとうございます。最後にカンカラリお送りしたいと思います。
今日はありがとうございました。長時間にわたりましてありがとうございました。片岡さん、山村さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すごいです。